タイトルを防衛したティモ・シャイダー2009年のドイツツーリングカー選手権は2000年に再開したドイツツーリングカー選手権の10回目のシーズンである。5月17日のホッケンハイムリンクで開幕し、10月25日のドーサーキットでの最終戦で閉幕した。タイトルは前10戦で争われ、ティモ・シャイダーがシリーズチャンピオンを獲得した。 今シーズンは新ルールが導入され、2009年4月21日に発表された。予選は昨シーズンの2から4セッションへと変更された。車両の最低重量が変更され、2009年型車両は 1050kg、2008年型車両は 1030kg、2007年型車両は 1010kg とされた。キャサリンレックが フューチャーコムティエミーチームから彼女のために結成された新チーム、アウディスポーツチームアップトレディパワーに移籍し、アウディの新型車をドライブした。GP2 シリーズで活動していたクリスチャン・バッケラドが、イギリスフォーミュラルノーで活動していたヨハネス・ザイドリッツと共に、コリン・コレスのフューチャーコムティエミーに加入、チェコツーリングカー選手権で活動していたトマス・コストカが、 姉妹チームのフューチャーコム BRT に加入した。クリスチャン・アルバースは DTM を離れ、ルマンシリーズへ転向した。DTM 史上最も成功したドライバーであり、シリーズタイトルを4度獲得したベルント・シュナイダーは、昨シーズンをもって現役生活から引退した。バーレーングランプリと開催期日が重なるのを避けるため、ホッケンハイムリンクで伝統的に行われていた開幕戦は、 当初の予定より3週遅れの5月17日に開催された。その結果、5月17日に行われる予定であったユーロスピードウェイ戦は5月31日に変更された。また、8月30日に行われる予定であったブランズハッチ戦はベルギーグランプリのため9月6日へ移動となった。フランスのディジョンプレノワサーキットが 初の DTM を10月11日に開催した。イタリアのムジェロサーキットはカレンダー落ちした。ありがとうございます。